Hello, welcome back to Art since 1900. 1934の B ですね、今日は。えー、34年 B はですね、まあ、イギリス、えー、そして彫刻、えー、というキーワードに入っていきます。えー、特に、えー、2人彫刻家、多分皆さんの多くも聞いたことあると思いますけど、1人はヘンリー・ムアー。えーね、日本中のパブリックアートにも、えー、見れるムアーですね。そしてもう1人は えー、バーバラ・ヘップワース。まあ、彼女も、えー、ムアと並んでイギリス戦後、えー、戦前彫刻代表するアーティストですね。じゃあ266ページ、えー、上から行きたいんですけど、まあ、出だしはですね、あのー、様々今まで見てきましたけど、えー、アカデミックな彫刻の、まあえー、理想モデル、えー、がですね、 まあその妥当性を失っている時代これがまさに世紀末に起こると思いますねまさに古典主義のまあ洗礼プレセデント、えー、理想の像の作り方このような、えー、その価値の妥当性がまあどん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 薄くなっている時代でこの代わりに何がこう、えー、彫刻として成り立つのかまあこれもやっぱりイギリスでも えー、フランス、ドイツでも実はその同じ質問が起こっているということですね。えーまあ、フランスに目を移すと、えー、ここにもありますけどロダンやブランクーゼやドゥシャンが、まあ、それぞれ、えー、彫刻、オブジェクトっていうものに対して、まあ、新しい、まあ、答えといいましょうかこういうものを出している。セカンドパラグラフに行きますすね。第1次世界大戦前 えー、まあ、これも、あの、前のレクチャーでも出てきましたけど、イギリスでは、ま、唯一とま、言えませんけど、相当強い、英国出身のまあ前衛活動、Vorticism っていうまあ運動がま,あまた紹介されますね。Vorticism, v o テ t i c i s t s で、この Vorticist たちはですね、まあ、グループでイギリスで設立されました。えー、古典主義芸術のヒューマニズム。 そのまあ人間主義性と言いましょうか。これをもう完全拒否していくグループなんですね。リジェクションしていく。そして、アカデミックな芸術院的な芸術はですね、非常にそのフラットでインシピッド、味気ないものとして強い批判を展開するのがまあこの Vorticism。そしてその中で、ヤコブ・エプスタイン、セカンドパラグラフ、上から4行目。 このヤコブ・エプスタインというアーティストがまあ一つ中心メンバーエプスタインはですねもともとポーランドユダヤ系の方でですねえロンドンに1905年えまあパリで3年ほど勉強した後ロンドンに移る方ですねそこでオルタナティブなモデルまあこれはまさにさっき言ってたそのポスト古典主義の彫刻 に変わる、オルタナティブなモデルを、えー、強く考えている方なんですね。そしてそこで、特に、えー、大英博物館、British Museum ュュとか、パリのルーブル博物館を、えー、中心にですね、特にプレクラシカル、古典以前の もしくはプリミティブと書いてありますけど、pre-classical or primitive ですね。これ非常にあの今あ考えても面白いと思うんですけど、えー、古典主義ではないモデルですね。えー、そして古代ギリシャ、えー、エジプト、アシリア文明、もしくはアメリカン・インディアン。まあ、このようなその、えー、古典主義の外、 でずっとこう語られてきたものもっと言えば無視してきされてきたものに目を向くのがまあ一つエプスタインの方法ですね。そしてエプスタインのまあ一つ代表作品、えー、といえばですねその下の方に行きますけどオスカー・ワイルドの墓、えー、を作ってるんですね。1912年、まあ、このような非常に面白い 今見ても全然古くなってない気がするんですけどこれはまあパリにあるペール・ラシェイ・ボチというところにあるそうなんですねこれ石灰岩でできていてもう横にレリーフ状にまあここではもうなんかエイリアンにしか見えないような確かに不思議な実はこれは下に行くとですね不思議な天使のようなものなんですねでこのまあオスカー・ワイルドというアイルランド出身のえまあ偉大な 作家をまあ守ってる。まあ、守り天使のようなものなんですね。で、まあ、あのワイルド本人も、えーまあ、同性愛、えー、ホモセクシュアルだったんですけど、それによって、まあえー、早く亡くなるというね、まあ、非常にその、えー、同性愛に対する、えー、厳しい時代でもあった。しかし、この,あの墓っていうのはですね、 あの、墓自体も実はその守る必要性があってですね、そこにこう眠ってるオスカー・ワイルドだけではなくて、墓そのものも守,守る必要性があった。なぜかというと、えー、この天使の世器がですね、えー、まあ破壊されたっていう事件もあるんですね。なのでまあそれぐらいエプスタインは非常にその、えー、まあちょっとこうラディカルな え、ちょっといろんなその美学的フォルムをこう押していく、え、作業、作品を作っているということですね。次のセクション、where all energy is concentrated ということですね。で、えー、まあ、Volticism という運動にエプスタインはこう徐々に飲み込まれていく中でですね、え、このプリミティビズム、プリミティブな え、原始的なものからちょっとこう距離をどんどん彼の中で置いていくということがありますね。そして彼の中で違うその原初の、なんかプライモーディアとっていう言葉を使ってますけど、なんか原初的な原初の、彼の中で違う方法を探っていくえということですね。その中で近代のまあ人間、 性というかモダンマンマですね非常にその、えー、覚醒遺伝的で、えー、アグレッシブな機械、えー、的な人間。even murderous って一番下書いてありますけど、もう本当にもう残忍な、えー、人間像のようなものに、えーまあ、エプスタンはどんどんそのボルティシズム運動の傘の下でシフトが、えー、起こる。そしてこの中で まあ、エプスタンのもしかしたら最も有名な作品のこの「ロック・ドリル1913年15年ですね、えーまあ、岩をこうドリルで掘ってる、まあ、人間人間のようなもの267ページ上コラムに行くんですけど、まあ、非常にこれはまたパワフルな作品ですよね見ていくと頭 は半分ヘルメット半分なんか豚の鼻のような形した、えー、不思議な、えー、ものそして機械人間ののよようなものですよねリブも非常にこうなんか、えー、スラット的に、えー、描かれているまさにこのボルティシズムたちが、えー、描いていようとしてたその新しい機械時代における人間ニューエゴ、えー、とも言われてるそうですね そして非常にその近代のえこの新しい機械化された世界えの刺激に対してこう固まってるんですね硬いこうガードなんかシールドがいっぱいついてるような感じもしますよねなんかこうガードされてる非常にそのえちょっとこうモンスター的なフランケンシュタイン的なえ要素もあるっていうこともえあると思うんですけど えー、決してこう無菌ではない像、えーね、でもありますよね。見ていくとで。特にこのお腹のこの部分、よく見ていくとですね、ちょっとこう空洞があって、この中に子供が実はその描かれている。プロジェニー。これは、まあ、そのジェンダーがわかんない、えー。形も非常にその、えー、曖昧な。 子供のようなものがこの機械人間の中に描かれている。で、これはまあ、よくモダニズムの中で、えー、繰り返されていく。その女性抜きの生殖、レプロダクションっていう、まあ、一種のその男性のファンタジー、えー、神話みたいなのが、実はそのモダニズムの中で、こう、繰り返し見ることができる。 そういう一つのいい事例ではないかということもありますね。上のパラグラフ。そしてセカンドパラグラフ、この267ページ真ん中あたり、えー、エプスタイン、えー、と並んでですね、もう一人、えー、ゴーディア・ブレッツカ、えーイギリスで仕事する彫刻家が紹介されます。えー、ゴーディア・ブレッツカーはですね、 えーまあ、1914年、第一次世界大戦後、えー、24歳なんですね。えー、フランスのまあ大工の息子として、えー、まさにこのボルティシズム運動、英国のその前衛ボルティシズム運動にまあ非常にその早くからた、えー、立ち触ってた、えー。まさにボルティシズムのまのリーダー的な存在のウィンダム・ルイス。 そして、ええー、まあ、そのエズラ・パウンド。この二人をアシストして、v o l t i ズ i s m の、まあ、メイン宣言メディアのこの雑誌があるんですけど、この雑誌、ブラストブラストっていう雑誌。まあ、爆発のブラストですね。えー、この雑誌にも非常に深く関わる、えー、ゴ o r d i a b l i t z ですね。で、この、あの、 雑誌の中では、ウォルティシズムのいろんなその宣言文書、そしてその方法論、ビジョンみたいなのが描かれているんですね。やっぱり渦巻き、ウォールプール、渦巻きというメタファー、イメージ、例えというのは、ウォルティシズムにとって非常に重要。すべてのエネルギーがそこの渦の中心に集中しているというイメージですね。 ゴーディア・ブルッツカはこのエネルギーの集中を彫刻にどう展開したか。えー、やっぱりその、えー、マテリアル、物質が持つマス、質量、マスですね。質量が完全にその圧縮された状況で描くのが彼の目的。 ゴーディア・ブリッツカの彫刻の一つの目的そしてそれを表すためには、えー、例えばキュビズムの影響アフリカ彫刻の様々な影響をミックスしてですね、まあ、例えば、えー、Red Stone d a n c e r この作品ですけど赤石、えー、踊り子って言うんでしょうかね確かにその質量 が感じられますよね。それが圧縮される。キュビスト的な要素も確か見られます。アフリカのマスクとか、お面の影響も見れる。さらにここには面白いことが書いてありまして、マティスのね、ブルー・ニュードとか、マティスのこの当時の作品の影響も若干見れると思いますね。1913年の作品。うん でしかしあのいろんなその不思議なテンションも、えー、ゴールディア・ブレッツカの作品には、えー、感じ取れるでこのテンションというのは一方では、えー、なんか生命を表現するなんかこうバイタリズムっていう言葉を使ってますよねこれは267ページの下から10行目ぐらいのとこですね一方ではこの表現表現主義的な要素と同時に反自然的な 抽象に向かおうとする、その抽象化。この二つがこう、見事にゴーディア・ブレッツカの彫刻作品に、まあ、融合されているえ、テンションを持って現れているんではないかということも書いてあります。次、268ページに行くとですね、この、まあボ、ボルティシズム運動、えー、は、まあ、大体、戦、えー、まあ、第一次世界大戦、 ご、えーえー、まあちょっとそのパワーを失っていく中でその次の、えー、ジェネレーションというか次の、えー、世代の彫刻家たちここでムアーヘップワースが1920年代、えー、現れてきますそしてそのボルティシストたちが持ったそのまあ、えー、機械的アンチヒューマニスティックな、ね、アンチ人間主義的な 非常にその機械化された人間像。ニューエゴとウィンダム・ルイスが言ってた。えー、こういう考え方に背を向くんですね。turn away する。そして、えー、ムアとヘップワースはですね、どういうとこから新たな自分たちの彫刻言語を探すのか。まあ、これはあんまり実は、 えー、ゴーディア・ブレッツカとかエップスタインとそんなに違わないんですね実は彼らたちもプレ・クラシカルプリミティブなソース出てきますよね、えー、に目を向くそしてそこからムアーとヘップアースは A world view of s c u l p t u r かこう世界観の視点というか普遍的な彫刻の視点を作ろうとするんですね これがまあ、ムアとヘップワースの大きいポイント。これは、これから、あの、さらに詳しく読んでいきましょう。そして、その中で、ダイレクトカービィング、直接掘るという、えまあ、考え方を非常にそのまるで倫理的な価値、 のように、えー、非常にその重要なところに、このダイレクトカービング、直接素材を彫るという考え方を、えー、ヘンリー・ムアー、バーバル・ヘップワースは、まあ、持つということですね。そして次のセクション、an intense life of its own、まあ。ムアーの、まあ、えー、最初の頃の、えー、彫刻作品を見ていきますとですね、ま,あ、まるで戦士時代のモデルをそのまま木や 石に掘るような、非常にそのまあ、えー、プレヒストリックな、戦士時代的なフォルムを、まあそのまま映していくような作品を作ってる。しかし、1930年ぐらいまで来るとですね、反抽象的な像を、えーまあ掘り始める。場合によっては、その母性、マターナル、母性的な、えー、テーマを持った、 え、作品をムアーの中から、ま、出てくるんですね。そして、先ほども出たように、え、特にムアーは、え、やっぱりその彫刻を三次元のものとして取る。だから、エプスタインのそのレリーフっていうものを、え、よく彫ってたと思うんですけど、エプスタインと違って、ムアーヘップアースは、フルスリーディメンション。彫刻というのは、360度回れるもの。 完全なこう三次元のものとして彫刻は実現すべきであるという考え方ですね。そしてこういう考え方から、えー、右コラム百二百268ページの右コラム、えー、セカンドパラグラフですけど、どんどんこれがその拡張し,していってですね、まあ抽象化された肉体、もしくは体という方向に ムアの作品は見ていけるということですね。そして一種の風景、ランドスケープに近いものに徐々にディベロップ、発展されていくということですね。例えばムアの 4-piece composition reclining figure、まあ、リクライニングされる図ですね。1934年の作品、この作品です、ね。確かに風景にも見える。えー、凝集される。 しかし、人間のそのフォルム、肉体にも見える。そして、母性的なテーマもムアの一つの重要なポイントだと思いますね。マザーチャイルドのようなね、組み合わせ。タブローと言いましょうかね。アンサンブル。そしてヘップワースも、この時代、例えば Large and Small Form。この作品ですね。1934年。 非常にまあ似たようなえ肉体、風景。そして、そのまあアンサンブル的なえタブローですね。で彫刻を作る。で、ヘップワースの場合はですね、あの、シュールリアリズム、特にハンス・アルプのまあ影響も実はその、自分から言ってるぐらい認めてるんですね。ムアーも実は1934年の、え、まあ、有名なそのあるえ彫刻に対する 宣言文書と言いましょうか。The Sculptor's Aim 彫刻家の目的269ページの左コラムに映っていますね。The Sculptor's Aim 彫刻家の目的というテクストを実はムアーは書いています。でここでまさに、えーまあ、独自の彫刻に対するビジョン、まあ、一種の宣言、考え方をまあ展開する。主に えーえー、5つのポイントにまとめています。1つ目、truth to material。まあ、素材に対するまあ真実、素材の真実っていいましょうか。えー、まさにその木だったら木、石だったら石、その素材が持つ、まあ、真実を引き出すのが彫刻家の仕事。セカンド full three dimensional realization. 先、先ほども出ましたけど、完全に360度。三次元の彫刻として実現するのが理想である。三つ。observation of natural objects. 自然を、まあ、深く監視する、えー、ことですね。自然から、自然の監視から、えー、作品が生まれてくる。自然が持つフォルムやリズム。 から出てくる。だから、まあ、スタジオに行くと多くのその骨とか木とか貝とかを置いてたそうですね。Four, vision and expression. うん。まあ、これは、えー、ちょっとその、えー、精神的な、えー、要素だと思いますけど、えー、アーティストが見た、そのビジョン、そしてそれが表現に結んでいく。そして五 vitality, 活力。 うん、これがまあ彫刻の最も重要な要素であると書いてあります,す、ねうん。これがまあ彫刻が目指すべきゴール。まあ、この5つのポイントがヘンリー・ムアーの The Sculptor's Aims に書かれています。うん、しかしこれをえ考えていくとですね、様々なそのテンションや、 アンビベレントな曖昧な部分が実は読めるんではないかっていうのが、まあ、下のパラグラフに出てくるんですね。ムアー、そしてヘップワースもそうです、えー。完全抽象、抽象化に対するその曖昧、もっと言えば不安、えー、を少なくともこの時代には持っているんではないかという指摘ですね。えー、右コラムに移りたいんですけど。まあ、バーバラヘップワースさんは 後々そのベン・ニコルソンっていう、まあイギリスの、特にコーンワルのセント・アイヴズっていうところで確か、まあ中小、ジオメトリック、幾何学的中小のまあ絵をえ主に描いてるニコルソンとまあえ関係を持つことによって、ヘップアースはムアよりもその中小というものにより深く入り込む。そこで、まあ下の方に行くとですね、ヘップアースは、えなんか彫刻の中で、 え、ま、なんか彫刻の絶対的エッセンスを発見できるんではないかっていうまあ考え方に、え、ニコルソンの影響を受けて、え、考え始めるんですね。そして、ま、そのアブサルートエッセンス、なんか彫刻が持つ絶対的エッセンスっていうものを、え、ま、考えとして持ち始める。しかし、このま、完全抽象に行くまでの この曖昧性、このテンションが British Sculpture、えー、この時代の British Sculpture の大きな特徴ではないかということですね。一番下に行きますと、まあ、妥協、Compromise というキーワードがここで出ますよね。これは批判も込めて出てると思うんですけど、結局 British のこの時代の美学、彫刻美学というのは、どっか妥協、 がポイントとして出て出くるんではないか特にムアー・ヘップ・アースを読む最後の270ページ、えー、上から、えー、セカンドパラグラフにちょっと飛びたいんですけど、えー、やっぱりその妥協というキーワードに応じてですねある意味ではムアーとヘップ・アースは、えー、例えばシュール・リアリストそして、まあ、ロシアとかで起こってる構成、えー、主義コンストラクティビズムのさまざ、あ、まなスタイルを まあやっぱりレコンサ調整、調整することによって、えー、まあ、心理的な要素、そして抽象原理を自分なりの作品にこう、まあ、取り入れる。調整的な要素が強い。そして結果として、まあ、批判的に言いますと、例えばその水で薄めるような、えー、シュールリアリズムになる。水で薄めるような構成主義に なるるという批判もできるんできんすね例えばコンストラクティビズムロシアの構成主義のようなものはムア・ヘップワースの解釈の中では単なる抽象的なデザインとして取り入れるんではないか、まあ、いわゆる表面的な読み、えー、そして結果として抽象というものを人間化するヒューマナイズする ま、丸くすると言ってもいいかもしれませんね。そのパラグラフの一番下ですけど、例えば、えー、心理分析的にシュールレアリズムの要素を取り入れ,入れるんですけど、まあ、特定されないようなシュールレアリズムがムアーとヘップアースであった。なので、絶対その破壊性がないようなシュールレアリズムであった。えぇ、ー、皮にれた、えー、要素もない。 シュルリアリズムであったっていうまあ批判もあるんですね。だからまあ、アンキャニー、その不気味さがないシュルリアリズムがムアンとヘップアースの中にこう読み込まれていく、織り込まれていくっていう、まあ、調整、そしてまあ妥協のような、えー、ところですよね。ちょっと批判的な。 要素が書かれています。そして最後の A World View of Sculpture。まあ、さっきも出たヘンリー・ムアが言ってるような、その、まあ、世界観的な、その、彫刻の考え方。その、世界、世界一つのようなね、考え方だと思いますね。そしてやっぱりこの二人は、えー、図、このフィギュアっていうものを完全捨てることが、まあ、できない。できなかった。 うん、それを捨てて例えばその構成主義に行く完全抽象に行くもしくはドゥシャンのようにその既製品レディメイドっていう概念に行くこれはまあパリでおこ主に起こっていることそこまではいかないんですねムア・ヘップ・ワースは逆に抽象を、まあ、ジェネラルズ一般化する運動に走るのがムア・ヘップ・ワース一般化するこのように まあ、ある意味ではその伝統、その図、彫刻はフィギュア、図を描く、その伝統的な芸術の部分を残、残りつつ、ね、完全に消してない。残りつつ、なんか新しさを、えー、見せていく。これがまあ、ムアーとヘップワースの彫刻の、まあ、ある意味ではラディカルな部分ではないかということですね。 そしてまあ、イギリスのその批評家の、えー、チャールズ・ハリソンさんが出てきますけど、ムアーとヘップワースは彫刻というもの自体を一般、まあ、一般化、ジェネラライズしたのではないか。そして、えー、なんか、盛大な、まあ、人間のその経験として彫刻というものを、まあ、普遍化しようとした。一般化しようとした。これがまあ、ムアー、ヘップワースが目指した。 イギリス独特の彫刻運動ではないかという一つのポイントですね。さらに、えー、その左コラム下に行きますと、このやっぱりユニバーサライゼーションオ c ス l ルプチャー、彫刻の普遍化、ユニバーサライゼーションですね。というのは、一種のアート自体のリ・ヒューマナイゼーション、再人間主義化でもあるのではないかということですね。確かに、 えーまあ、人間の,その像,像をまあそのまま残す風景とこう、えー、比較するとかね、まあ、そういう部分も多分考えていると思いますねなので、えー、最後のコラムに行きますけど右コラム上から2番目のパラグラフ、えー、彼らたちの彫刻は本当に人間っぽさがこう強いんではないか本当にもう自然に近いぐらいヒューマン もしくはユニバーサル普遍性を非常に持つそして近代的なそのまあ前衛的なえさっき言った調整されたさまざまな要素となんかこういろんなプリミティブなプレクラシックなえ要素も混ざり合って独特な一つの彫刻のフォルム彫刻の言語がムアーヘップワースそしてムアー本人の えー、1930年に書かれたテクストがイタリック調で出てますけど、えー、上から4行目ぐらいですね Sculptural achievements of the rest of mankind まさにその世界観的なビューなんですねムーアーが常に持っていたのがまさに全人類が達成された彫刻的なその、まあ、達成感全人類と言ってるんですね彼の中ではそれがこうパースペクティブビジョンのスコープという そしてその下に行くとですね、まぁ、あ、様々、スメール文明、バビロン文明、エジプト、中国、エトルスク、インド、マヤ、メキシコ、様々なその文明のリストがあって、最後に、giving us a world view of sculpture never previously possible。まあこのような様々な全人類が作り上げた彫刻の遺産というかを見ることによって、 今まで可能ではなかった世界観、まあ彫刻のこう見方、グローバルビューと言い,言いましょうか。これが見えてくるんではないかっていうのがムアーが目指してたビジョンなんですね。で、これはまあ実は、えー、次のレクチャーの35年に出てくるアンドレイ・マルローのミュゼイ,イマジネアっていう、まあ、概念と非常に実は近い、えと、ー、いうことも書かれてますね。 そしてこういう中でムアーとヘップワースはまさにワールド・ビュー・オブ・スカルプチャー彫刻の一種の普遍世界観的な全人類のための彫刻という概念を作ろうとするそしてこれ,がこれを彼らたちの近代彫刻運動というものに展開していく。 まあ、ムアー特に日本ではね、ムアーは人気だと思いますけど、1940年代、50年代、第二次世界大戦後、戦後、特にヘンリー・ムアーの彫刻は非常に高く評価され、まあ、世界中の、特にパブリックアートとしてまあ買われていきますよね。しかし、60年代に入るとですね、意外に批判的な対象にもなる。特にこれはアメリカの60年代、 のまあアーティストたち例えばミニマル彫刻のアーティストたちから見るとシュルリアリズムや構成主義の捉え方が非常にその曖昧であって妥協されてきたのではないかっていう指摘も受けるんですね60年代ムアヘップアースはそしてそのまあ非常に軽蔑的なあの批判の見方も受けるっていうのもあります やっぱりその無視されてきた部分シュルレアリズムのもっとその例えば先ほど出てきた破壊的な不気味さとかねそういう部分を一切排除したムアヘップワースのシュルレアリズムの入れ方もしくは公正主義の完全抽象を無視したムアとヘップワースの解釈だと思いますね。 そして、えー、まあ、ロドチェンコやマルセル・ドゥシャンのような、えー、アーティストたちが、まぁ、あ、多分60年代、70年代、特にアメリカのミニマルアート運動、そして彫刻の、まあ、新たな発展、えー、が、まあ、そこから読み取れる。その中で、ムアー・ヘップ・アースは、意外に批判の対象になるっていうことですね。なので、未だに、 非常にその有名なムア・ヘップワースでありつつ、えー、なんて言うんでしょうねはっきり透明感を持ってこのお二人の彫刻作品を見ることは、えー、分析することはいまだに非常に難しいんではないかというのが34年 B の、えー、締めです、えー、皆さんいかがでしたかイギリス